群馬の由美子です。今日は二千二十三年七月十二日。今日は声を張っていきたいと思います。これで何か変わるかしら。あのですね。時計草の写真を今日は貼りました。時計草って。時計みたいで面白いでしょ。私子供の時に。四季島公園の温室で初めて。 時計層を見て、ね、うわこれいいって思ってそれから好きなんですけどね、えー、あの鉄線とかクレマチスとかそういうのの仲間みたいですね本当に時計みたいえっ、ー、とこの YouTube チャンネルの動画の音が小さいっていう問題がずっとありまして、えー なんとか解決したいとあの、見てる方からもお叱りを受けたりですね、お励ましを受けたりしておりまして、なんとかこれはしなくちゃいけないと思って、お友達に相談しましたら、その人、自営業をやってる人でね、うん、じゃあ、よろず支援拠点っていうのがあるから、そこへ相談したらどうですかって教えてくれたんです。 それは行政がやってるなんか無料の相談所なんですってそんなん知ってましたでねうちに帰ってね無料なんですかってねネットで調べたらねありまして各県にあるみたいでね群馬県も何か所かでやっていてで早速ねメールを送ってみたんですよ。500人チャンネル登録者がいる YouTube チャンネルがあるんですけど。 音が小さくて困ってますとどういうふうにしたらいいのか全く分からなくてそういうのを教えていただけますかってなんとかねあの今年中に1000人達成してあの広告収入が入ってくるようにしたいんですってそこはほら行政がやってるところだからその商売をねやってる人向けにいろいろアドバイスしますよって専門家がいっぱいいますので。 どうぞ相談してくださいいっていうところなんですよだからただ別にあの楽しく動画を作っているその趣味の一環ですとかそういうんじゃさあの困るわけですよ。向こうもね相談に乗れないでしょだからなんとか今年中に1円でも稼ぎたいってねあの熱い思いをかきましたら早速あのお電話くださいましてでね専門家がいますよっていうんであの今度、う。ん 予約を、ね、取っっってて、ね、今度相談にに乗ももらううこことととなりまましたもうねこれでねきっと解決すすると思いますよそれでね「マイクは何使ってますか?」って聞かれて「マイクは手話の MV7 を使ってるんです」って言ったら「おお」っていいのを使ってるなっていう感じの反応で「でしょいいこれいいやつですよね」ってでもその力が全然発揮できてないんですよって。 あのそう、何でもね、専門家に相談するのが一番ですね。うん、こうやってねあの、全国にある、皆さんもね、なんか自営業やりたいなとか、自営業やってるけど、ちょっとうまくいかないっていう時は、そこへね、相談したらね、あのね無料で、税金でやってくれるんですって、ありがたいことです。えー、そんなことで、ね、また その成果をお楽しみにまだすぐはねあの相談まだ来週なんですけどね、うん、ちょっとお待ちください。じゃあさようなら。